KBS の新宿、あ、曲名だけ、カラコン、カラコンウィンクってそうそうそう、うん、船の中もね自由にどうぞって感じで、こんなにいいんですかと思ったんですけど、船の中、船の中で公演はしてたけど、操縦とかは全然なかったんで、よかったです。内航海員さんです。火事を触っちゃいましたカジ取りしちゃいました。見て見て、配信終わってからでも。いいでしょう。そうそうそう。え、そうなの？うん、ね内向開運さんですね。結構前なんだけどね、あれ発言したの。そう、内向開運チャンネル、あ、そう、ベレー帽かぶってた日、そうそうそう、結構前じゃない？去年？去年節？めっちゃ寒くて、その日港だからっていうのもあったけど、寒くてなんかね、あのね、登場シーンとか雨風が強くて前が見えなかった前が見えんまま、そうそうそう、狙ってた。海風、海風冷たかった。でもね、船の中はあったかかった。そうね、そう、ちょうどね、そう、ちょうど寒い日だったの、しかも確か、そう、あったかい。踊ってるところ、あ、あれよね、船の倉庫はあったかかったよあったかかったです。うん、やっぱ STU と海は合いますよ、ほんと。倉庫、あそこあったかいっていうか、もうそうだね、外気がないからか、風が当たったら寒い。そうそうそう、あれ上が開くからね、すごかった。見て見て、んー、温度管理、温度管理は、2.5 期生のコラボカフェに行ったらメンバーが来てお話ができました。みんな可愛かったそうなんですね、よ
よかったです、みんな可愛いですみんな可愛くていい子ですちなみにサヤン推しですよねちなみに、いや本当よ、ちなみに聞いたらあ、推し、推ししかかった、私はみんなの推しになりたいんで推しになりたいの好きでも嬉しいよ、好き面でも嬉しい、カフェね、カフェいいよね、私もみんなと話したい、みんなと話したい、あ、僕といいな、話し会絶賛受付中ですねえ、あ、そです実際そうだ、実際すぐだったんです、すごいね、こんなタイミング、今日の月綺麗だったよ、あれさ、下の方にさ三日月になっとるのがさ下弦の月っていうの、三日月でした、私がの見た場、見た場合はね、見た場合は普通に歩いててパッて前を見たら月が真ん中にあったんです、だからめっちゃびっくりした、綺麗で、見た瞬間の、あ、そうなんだ、写真撮りました、でもうまく撮れんかった
なんかしかもみんなにいつもメールで送りすぎかなと思って。大丈夫。狼に変身してしまう人ってさ、大変よね。大変じゃない？なんか切なくなった。切なくなったよね。いや、これはハリー・ポッターの話なんですけど、狼男が先生になってて、でその先生がなんか、うん、その狼変身しちゃうことがバレちゃって、でもうあのここにはいられなくなったみたいな、この真実を知られた上で教える立場にはいられないみたいな、でってなってたら、こういうのは慣れっこだよって言ってて、あ、そうなんだって。そうやってなんか切ないよねってなって、その去っていく背中がさ切なくてさ、だってなりたくてなったわけじゃないのにね。切なかったな。うん、いればいいのにと思った。ダンブルドア先生も許してくれるだろうに。なのに、いや、もうダンブルドア先生には迷惑をかけられないって。どこに行くんだろうね、これから。って思った。感情移入するタイプ。感情移入、おお、感情移入しかしてないかもしれない。常に。本当よ、常に。そうよ。うん。感受性豊か、そう。感受性豊かなんや。そうなんですよ。見てますか。うん、映画面白かったですよ。でもね、うん、続編
続編がある感じでした。続編があるって言ってなかったけど、続編がある感じだった。まだ途中ですけど、やっぱ登場人物がいっぱいいましたね。楽しみにしておきます。まあそうだよね、一回で完結できる内容ではないか。エンドロールはちゃんと最後まで見る。早く帰らないかん人とかはね、多分もう早めに退散しないか。なんか予定があるのかなって思いながら、最近見た映画最後になんかあるよね。でも確かにエンドロールがめっちゃ長い時はあったね。なんだったかな、こんなに携わっている人がめっちゃおるんやみたいな。なんだったかな、でもさ、そうなんか映画ってさ、最後の1分で変わるみたいになるよね。それ見てみたい、予告で見るやつ。最後の1分で変わる。うん、1分で変わる？ああ、それを知っとったらってこと。確かにね。最後に変わるらしいよって思いながら待つかみたいな。確かに確かに。そうね、どっちがいいんやろね。家まての何みたいな。あ、最後の1分で変わるならってこと。家までの何やったんみたいな。最後だけ先に見たい。そんな感じ？そんな感じ？どんでん返し、大どんでん返し。
確かに2回見たくなるやつやね。それよ。ああ。同じの2回見たことあるっけ？ジブリとハリーポッターとホームアローンぐらいかな。あとサマーウォーズかな。あ、映画館で映画館、あ、映画館、映画館は世代おかしくなる。あ、ないかも。2回はないかも。映画館で2回は。怪物はね、2回見たいなと思ったけどね。へえー、そうなんだ。すごい。君の名は。なんだ？そう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 。それ今手に書いてて。見たよ。見ました。天気の子と雀の戸締まり、私見てないまだ。あれは見たよ。君たちはどう生きるか。見ました。晴れるよ。雪ですね。雪。できるに。
浜辺美波さん、かわいい。ありえん、はい、よよよよよ、かわいいよ。今日黒。そう、カチューシャをつけてたけど取った取りました。序盤らへんでもうだんだん痛くなってきた。序盤でなんか痛いな。ね、痛くないの開発、開発したい。なんかね、細いのはね痛くならない。細いのとあとなんか柔らかいの、あとピンはね痛くないよ。そう、お話し会でもつけてても1時間目しかつけんかったりするよ。痛いな。そう、カチューシャとあとイヤホンもなんかだんだん耳が痛くなってくるよね、オンライン。私1時間目が一番元気かな。初めて参加をお待ちしています。そう、お昼は落ち着いてる。夜はちょっと頭がちょっと頭の細胞がう
頭の細胞がちょっとだんだんあれってどこがいいですか？どこがいいですか？ぽやぽやモード、ぽやぽやモードか、シャキシャキモードか。どこでも、どこも面白そう。どこも面白そう。面白そう。よかったです。一番可愛いのどこだろうね。一番可愛い一番可愛いのどこだろうね。そうだね、可愛さは全部かな。そうですね。どうでしょうか。笑ってしまった。笑ってしまった。でもテンションは低くないよ、ずっとこんな感じじゃない。そう、リアルお話し会の時とかさ、結構見えるじゃん、横から。そこで本当にいろんなこうファンの方に、そうやんってこんな感じって時そうそうそう。って時ある。うん。行ってみたい。ぜひぜひ。
あるわ。そっか、もう申し込みできなくなった。完売だ。ありがとう。いやだ。オンラインは明日まで。なんか背が低いねって言われるかも。配信だったら背が高く見えるらしい。らしい。びっくり。あ、ステージ見とっても高く見える。そしたらびっくりするよね、急にそう思ってきたら。え？なるよ。背高そうな顔してる。なんかさ、最近お父やんにさ、154やろって言われた。身長153って言ったら、え、154やろって言われた。154やったやんって言われて、え、うん、え、でも分かった、153.7 とかよって。153.7 とか8とか。確かに四捨五入したら154やけどみたいな。なんなんやろうね。変えたほうがいいの。勝手に勝手に勝手に変える。変えるか。154の方がいい。
いや普通に測ったら 153.7 とかあったのよ。さっき153にしたんだけど154って書いた方が良かったのか。ああそうなのかな。くるくるが連絡先交換を高尾さんと海さんを同時にしたいと言ってますのでご協力お願いします。同時？同時って？同時に？どっちが先に交換したらどっちの方がなんか好きとかになるっていうこと？選べない。あれでも最近なんかサヤンさんのことだけが好きって、言ってたけど。そうなんだね。DD？ いやでも先輩のことはそうだよね。瞬間瞬間で。次はいつ会えるのか。村瀬さんからよそ見したことないぞ。よそ見？よそ見ないです。よそ見。そうなんだ。ないですよ。ないですよ。でも推し、なんだろう、推しメンは一人だったんだ。推しメンは一人でした。好きメン、好き好きメン、うん、そうですね、好きメン。
でも茂メールしか取ってなかった茂メールしか取ってない。そう、握手会、握手会握手会やーって。いやほんと、いや村瀬さんがその5時間目ツーショット会とかだとしたら、間が間が何すればいいかわからないんですよ。その時に、あ、誰か誰か誰か、で、そう、だって福岡から幕張まで行って だよね。でも皆さんは、待って、私間とかないんで。私間ないんでね。行く時間あるのかな行く時間あるの。2,3 人ならいけるそうなんだ 2,3 人いけるんだ。そうだよ、みんながコメントでいっぱい言ってくるからみんながいっぱい言ってくるから。確かに、確かに、なんか私のレーン話し終わって走ってる方いるもんね。じゃあ、次があるんでみたいな。おお。そうそうそう、
り深い意味ないですね。深い意味はない。何これ、何この配信。何この配信楽しいですか？楽しいですか？楽しい、あ、楽しいんだ楽しいんだ、よかったよかったよかった、楽しかった、よかった。まったりして、何かの配信付きあるよね。最近最近見たやつ。そうね。えへへへへ。私ずっと黒髪なんだろうな。黒髪好きな人。うん、いっぱいいる。似合ってるはいい。ピンク似合いそう。ピンクってあれだよね、ピンク味のあるおしゃれな黒みたいなやつだね。ちょっとピンク入ってるやつじゃなくて本当のピンク。
本当のピンク。多分ずっとこれだ。冒険ね。ふむ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 。さあ、この髪の色までファッションだよねって思う。ね。そこまで考えないとなって。だけなんか服これ可愛いと思ってモデルさんが。髪が明るかったりするし、自分が着たらああちょっと違うね時ある。そうそう。トータル印象変わるよね。確かに女優さんとか髪色役によって変えたりしてるもんね。ね。すごい。
ない。体型も変える？すごい。ね。役作り。すごいね。私の写真集。写真集。試みと一緒。こんな感じか。ね。確かに可愛いもんね。私今体重どうなんだろう。でもだいぶ顔シュッてしてきた気がする。でしてきたよね。写真撮られても大丈夫。なんだかな。よく食べるときは食べるけど、食べんとき食べんけんかな。ちょっと丸かったんや去年。今くらい結構いいかも。コンディションいいかも。どうだろう、もうちょっとかも。と食べて食べます、もっと食べます。もちもち。あ、親友ちゃんはあれよ、なんかやっぱり今がちょうどいいって言ってた。そう、小鹿時代の写真見てやっぱりちょっとおかしいみたいな。だから今の方がいいかも。でも、あの亀
かみこタイムの時とかはちょっとあれだけどみたいな。あれだけど普通にしてたらちょうどいいよって。いや今ちょうどいいと思う。シュッとしてる。シュッと丸の中間。ちょうどいい。多分顔に一番出やすいかも私。そう、締まる。今締まる締まる。そう、顔につきやすい。シュ丸時代。最初顔、あと足、顔と足。ほっぺが多くなる。そう、ふん。ハム太郎みたいで可愛い。ハム太郎。どういう何だったんだろうな。丸くなった時、あ、そうだ、ラーメンばっか食べた。やっぱラーメンは強いな。ラーメンにハマってたのよ。でも最近食べてないラーメン。ラーメン時代、夏にラーメン時代で、秋ぐらいからおかゆ時代になって、で実家時代になって、今に至る。実家時代、おかゆ、落差すごいね。1年間でこんな落差ある人おるんかな。実家時代はよく食べりって言われるけど、やっぱ健康に栄養があって健康に良かったか。うん、バランス良くて良かったか。おかゆは梅と卵がゆと梅のおかゆ。食べ
てほしい。美味しいよ。レトルト、そうレトルト。そうレトルトです。自分で作ってると思った。美味しいから。卵がゆ。梅、梅かゆ、梅かゆみたいな。あれをこんぐらいのお皿に全部入れてラップしてやったらもうできるんよ。それを食べてた。そんなことね、お母屋に行ったら絶対。私はちゃんと食べとかんと思う。栄養足りんよね。でもそうだいぶ1月め結構ね帰れたんですよね。結構帰省できてそこで結構食べた。あ、でも今日食べたよ。メールに送ったけど。1月、うん。明日は何もない今のところ。ご飯明日はちょっと家にこもろうと思って。食べたいもの見つからない。どうしよう。買い出し？ポテチならあるよ。ポテチ今3種類ぐらいある。今日はサワークリームオニオンのポテチを食べようかなと思っている。へへへへへへへ。今日の夜食よ。今日の夜食は？あ、サワークリームネギめっちゃ美味しかった。サワークリームネギ。
買わなかったんよ、なかったんよコンビニに。サワークリームネギ。サワークリームネギ。好きなとこいっぱいある。怖い。可愛い。そう。何か面影のある。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。かっこいいでしょって何？かわいい。英語しなきゃ。英語の勉強。英語なんかさ、通知来とってさ、もう休憩するなっていう題名で、英語をものにできるかどうかはあなた次第です。なんなの？バイ。バイ。Is this your house? ん？ Is this your house? Yes, my house.あれ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 え？え？あれ？聞こえた内容を繰り返してくださいって言って、私が Yes, my house って言ったらよくできました。意味がわからん。よかったんかな。よかったんかな。え？大丈夫。
is my sandwich. This 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 is my house. This is my house. This is my house.これは私の家です。Is this your car? 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 This is my car. ずっと同じなんだ。This is my car.ずっと一緒なんだけど。Is my car. Hello, is this your car? Is, is. 私の車と私の家。My car and my house. これ私のコーヒーです。訳してください。This is.My, my coffee. Yay. こんにちは。これはあなたの車ですか。Hello. Is this your car? 訳してください。家。House. 難しい問題。私の紅茶と私のサンドイッチ、訳してください。まーい tea and my サンドイッチい。間違えた。訳してください。これは私のマフィンです。This is my muffin. Yeah. 何間違えた？これね。待ってね。My tea, tea, and my sandwich. よし。あともう一回いけそうだ。よし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 。よし。四日連続。Is this your car? Yes, this is my car. Root. 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 Rot. Root. Rot. Root. Rot. Root. 文を完成させてください。Is this my computer? あれ、my がない。あ、your computer。Yes, yes, this is my house.
部屋ルームルームイエイ My bed and your bed ん My bed and your bed My bed and your bed My bed and your bed インデューベッド My bed and your bed My bed and your bedMy bed and your bed. My bed and your bed. My bed and your bed. My bed in your bed. My room and your room. My room.In your room. In. And. 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 なのに This is my room. This is my room. Bed. Bed. これ私のコンピューターです。This is my.コンピューター、イエイ。Is that your computer? それはあなたのコンピューターですか？はい、これ私のベッドです。Yes. This is my.イエーイ。それはあなたのコンピューターですか？この文を訳してください。Is that your computer? はてなはてな。それはあなたの車ですか？それは Is that your car? 待てな。やったー！イエイ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 。これはもう一回いきそうですね。会話完成。 This is my computer. Is your computer new? Hello. A coffee please. ってこっち。本。本。Book. This is my phone. 会話。 Is your phone new? Hello. Tea please.Yes, this is my phone. Your new book. Your new book. Your new book. This house is old. This house is old.これさ、This house is old って書いてあるけんわかるけど。で
This house is old. 発音だけじゃ分かんない。This house is old. This house is old. 分かんくない。This house is old. リゾートって聞く。This house is old. This house is old. 確かにセゾン。This house is old. むずいね。This house is old. セゾン。慣れたら分かるもん。This house is old. あー、This house の巣が残っとるってこと。Old. Is house this. この家は古いです。This call is new. New.This car. Your new book. My car is old. My car is old. My car is old. Tone. Tone. Your house is old. Old.Fall. 難しい問題。この文を訳してください。私の新しい本とあなたの新しい電話。My new book and your new phone. あ、また出た。はい、私の車新しいです。Yes, my car is new. え、こんなん、こんな文なる。Yes, my car is new.ヒントを求めようとしている。お願いします。おお。嬉しいね。嬉しいな。え、レベルアップした。一つのコースで新しい単語を100個学びました。え、そうなん。そう。どうしようかな。そろそろ終わるか。でもなんかだんだん上達してない？上達してない？この数日間で。してる気がする。ね、イエーイ。
そう上達するもんですね。喋れるようになるかな。頑張ります。そう、えが減った。まだまだですけども、え、じゃあそろそろ配信もそろそろ終わりますね。23時に終わる。だんだん分かってきた。ありがとうございました。ポテチ食べるから。ありがとにん。サンキューサンキュー。サンキューサンキューです。いや、よかった。ありがとうございました。おやすみなさい。グッドナイト。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。